角宮彩さん、はい、おはようございます。日本共産党の宇都宮彩です。通告に基づき一般質問を行います。一つ目は、学校教員の働き方と教員不足について。二つ目は、中小学校の環境整備について。三つ目は、マイナンバーカードについて順に質問いたします。一つ目の質問、学校教員の働き方と教員不足について。以前から教員の長時間勤務が社会的に問題となっています。体調を崩し、長期にわたって休まざるを得ない教員もあります。文部科学省は2022年度に教員勤務実態調査の結果を今年の4月に公表しました。前回行った2016年の調査と比較すると、在校等の時間が30分程度減ったということですが、中学校教諭では1週間の勤務時間が60時間を超える人が 36.6% に上り、月45時間を超える残業している人は8割近いという結果です。文部科学省が示す公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインには、超過勤務、いわゆる残業の上限が45時間や、厚生労働省の定める過労死ラインである月80時間を超える実態があり、依然として異常な長時間労働が明らかになりました。また、京都市を除く京都府教育委員会がまとめた府内公立学校の教員の勤務実態調査でも、中学校で過労死ラインとされる月80時間を上回る85時間の結果であり、依然厳しい状況があるとしております。一方で、全日本教職員組合でも同じ年に独自調査を行っていますが、持ち帰り残業を含めると実態はもっと深刻であるとして、抜本的な対策が求められています。では、宮津市での教員の働き方について伺っていきたいと思います。教員の長時間の労働の問題は以前から続いてきた問題であります。宮津市教育委員会では、小中学校の教員の勤務実態について独自の調査などを行っているかお伺いをしたいと思います。大井教育次長。はい、宇都宮議員からの教員の勤務実態等についてのご質問にお答えをさせていただきます。本市では平成29年度から教職員等の勤務実態を把握するため、出退勤カードにより教職員一人一人の勤務時間を記録しております。合わせまして、教職員の意識調査を行い、各校の校内働き方改革推進委員会におきまして、調査結果を議題とし、業務改善や取り組み推進につなげております。具体的には、行事等の見直し、下校時間変更による学級事務の時間の確保、会議資料のペーパーレス化や事前配布等による会議研修の時間短縮などに取り組んでおります。また、令和4年度の勤務実態につきましては、時間外勤務が月45時間を超える教職員は約 60%、 月80時間以上は約 20% となっております。平成29年度からの業務改善の取り組み、新型コロナウイルス感染症に伴う教育活動の制限などもあり、減少傾向にありましたが、感染防止対策を取りながら様々な教育活動を再開してきたことによりまして、前年度と比較すると全体的に増加傾向が見られます。なお、働き方改革に係る取り組みとしましては、勤務時間適正化検討会議、これを毎年開催いたしまして、各校の教職員と教育委員会で学校や園の状況や市としての今後の取り組みに係る意見交流などを行っているほか、各校の衛生推進者を対象にした会議を定期的に開催し、各校の業務改善等の意識向上
およびメンタルヘルス対策に係る研修を実施しております。宇都宮彩さん、まあ、お答えいただきましたけれども、まあ、令和4年度では、45時間超えるということの残業が 60%、それと過労死ラインのところが 80% ということですけれども、まあ、小学校中学校それぞれ、細かく分かったら教えていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。大井教育次長。はい、各校の令和4年度の状況ということで、お答えをさせていただきます。宮津小学校でございますが、45時間以上が 62%、80時間以上が 18%、訓田小学校が45時間以上 72%、80時間以上が 8%、吉津小学校です。45時間以上が 43%、80時間以上は0でございます。府中小学校です。45時間以上が 49%、80時間以上が 7%、日置中学校です。45時間以上が 56%、80時間以上が 13%。すみません、日置小学校です。申し訳ございません。日置小学校が 45時間以上が 56%、80時間以上が 13%。養老小学校です。45時間以上が 21%、80時間以上がなしで、ゼロでございます。宮津中学校、45時間以上が 78%、80時間以上が 50%、訓田中学校、45時間以上が 61%、80時間以上が 33% でございます。宇都宮彩さん。ありがとうございます。まあ、見ていきますと、やはり、小学勤務のところって非常に多くあるのかなと思いますし、やっぱ中学校になると、さらに、増えていくというところでも感じております。それでは、文部科学省の方はあらかじめ定めたテレワーク以外は勤務と認めておりません。しかし、以前からも問題となっている持ち帰りの業務、この実態についてはいかがでしょうか。それと学校での休憩時間というのは先生方どうなのかなと思います。まあ、朝例えば小学校でしたら登校してから朝の練習マラソンがあったりなんだりする中で、また授業時間に向かっていく、そして、給食の時間一緒に共にする、また午後からの授業があるということの流れを見ていきますと、一体どこで先生たちが休憩をどのようにとっているのかなと感じるわけですけれども、その辺あたりの、部分についても、いかがでしょうか。お伺いをしたいと思います。大井教育次長。はじめに持ち帰りの関係でございます。基本的に持ち帰りということは認めしないようにということで指導しておりまして、実態というのはしっかりと把握はしておりません。それから休憩時間の方です。昼休みも、給食ということもございまして、なかなか休憩時間というものをこういう形でときっちりと定めることは難しいですが、各学級担任の、小学校でありますとか、それぞれ、空いた時間にしっかりと取るようにというような形で指導をしております。時間が遅くなってもその下校後の時間にも、工夫しながら休憩時間というものを確保をしているという状況でございます。宇都宮彩さん。分かりました。国の方が、認めてないテレワーク以外の勤務というのは、自宅持ち帰りは認めてないということなんですけれども、先ほど言った、全日本教職員組合の方では独自にしたときに教員のみで見ますと平均96時間10分という報告も出ております。
まあ、これが実態じゃないのかなと思っておりますし、まあ、昼休みの休憩のことですけれども、もう本当に取る時間がないなっていうのは私も、子どもが通っていながら大変感じておりました。まあ、そういったところもしっかり取るようにと口頭では言ったとしても、なかなかきちっとここの部分を取ることっていうのが計画性がないと難しいのかなと思っております。そして先ほど持ち帰りの部分についても、実態っていうのはこういったあるわけなんで、ここはしっかりとやっぱり独自調査をもう一度するべきじゃないかと私は思います。そしてしっかりそういったことを掴んでおいて、働き方はどうしていくんだという議論にしていかなければならないと思います。どうしても学校での滞在期間時間の先生方だけではない、お家で持ち帰って、溜まっている仕事もしていかなくちゃならない、こういった実態があるということはご存知だと思っておりますので、この辺もしっかり掴んで改善を求めていきたいと思います。次に、公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインでは、残業、上限時間45時間となっています。今言った話ですけれども、宮津市教育委員会では教員の負担軽減などをどのように行うか、先ほど述べてはいただきましたけど、もう少し具体的に伺いたいなと思っております。例えば、公務支援システムなど宮津市の小中学校では導入がされておりません。近隣の市町では導入がすでにされているということも聞いておりますけれども、例えばこういったシステムを導入していくだとか、まあ、先ほどもご答弁でありましたけれども、研修とか、まあ、こうそういった行事などとか、まあ、会議なんかでも、言ったらオンラインでやっていくとか、まあ、いろんな方法ではしていただいていると思うんですけれども、他にも軽減を図るなどの具体策っていうのはあるのかどうかお伺いをしたいと思います。大井教育次長。はい、具体策ということで先ほどもお答えをさせていただきました。大きなところでは児童生徒が学校におる間いう時間につきましては、それぞれの先生がいろんな準備をとかそういう時間がないということで、大きなところで児童生徒の下校時刻を、早くして、教職員の公務とか学級事務に当てる時間というのを確保するという中で、持ち帰りというようなことがあるということですけど、そういうことがないようにもつながると思っております。で、それぞれ各校でいろんな細かい取り組みは行っております。パソコンを利用しての情報を伝えるという手段によって、職員会議を減らすだとか、そういったような取り組みを行っております。で、具体的な取り組みといいますよりも一番大きなのは教職員の皆さんの意識改革というものが必要となってくると思います。これまで取り組んで実施してきた業務というものは、本当に必要なのかどうかというのあたりから業務全体を見直していただくということを取り組んでいただくようにはお願いをしているところでございます。それとあと公務支援システムでございます。現在宮津市小中学校におきまして公務支援システムはまだ導入はしておりませんが、今後導入をする方向で、現在研究をしておるところでございます。どういったシステムが良いのか、支援システムを導入すればどういった効果があるのかというあたりを現在研究しているところでございます。以上です。宇都宮彩さん。今公務支援システムの話もしていただきましたけれども、導入するからにはやはり、効果的に使わなきゃならないというのはあります。他の市町に聞くと導入は一応しています。でも現場の職員さん教員さんたちがどの程度どう使っているのか、逆に言ったらこの入力するだけでもそれに時間がかかってしまうとか、いろんな問題があるようなので、しっかり他の市町の状況なども伺っていきながら、宮津市の教育委員会としてはどういったものが必要なのかどうなのかということをしっかりと研究していただきたいなと思っております。
それと、今、いろんな形で、軽減を図るという中で、先生たちの意識改革という話があったんですけれども、意識を変えたとしてもなかなかいろんなさまざまな業務がある中でそんなに簡単にいくのかなと思っています。宮津の、隣の町になりますけれども、橋立の中学校組合っていうのが、ね、宮津の子どもたちも行っておりますけれども、例えばですね、今校区が広がったので、バスで通う子どもたちが増えております。そういった中で子どもたちのですね、このバスに乗る、時刻表をやっぱり先生が作って細やかな対応していかなきゃならない現実を見たときに、クラブ活動も教えて、放課後ですね、ちょっとお見せいただいたときに、放課後クラブ活動もしながらそういった業務の対応もしながらということで、その先生が倒れてしまったらこれは一体どうなるんだろうということも考えました。ですから先生方は意識改革しようと思ってもできない現実があるということはしっかり受け止めていただきたいなと思っています。そうした中で、教員の中で体調を崩したり結果長期休まなければならないということもありますけれども、宮津市での実態は あるのでしょうか。その辺の数とまた休職されている先生の数も分かればお伺いしたいと思います。大井教育次長。はい、長時間勤務に関わっての学校先生の状況等についてもお尋ねいただきました。現在、メンタルによる休職というものが現時点ではないというふうに認識をしております。で、メンタル面で、これまでも休まれる先生とかいうものがいらっしゃいました。そういうものもございますので、現在宮津市の方ではメンタルヘルスに関わる対策ということで、メンタルヘルスのチェックというものを毎年を実施しております。で、その結果ああいうものもしっかりと認識把握して、それを活用しながら悩んでおられる先生に相談に乗るだとか、業務上に問題があるようでしたらその改善に向けて、学校としても取りしっかりと協議をするというようなことを対応をしているところでございます。宇都宮彩さん。分かりました。今の認識ではないということですけれども、またメンタルヘルスのこういったチェックを使って毎年行っているよということなんですけれども、本当にそうであるのかどうかということも含めてしっかりとやっぱり現場の先生の声をよく聞いていただきたいなと思っております。次に、2023年令和5年からですね、教員の、負担軽減が主な目的として公立中学校等の部活動のうち休日の運営を段階的に地域移行していく取り組みが始まっております。2023年から3年後の2025年令和7年までですけれども、改革推進機関として地域連携地域移行に取り組みつつも地域の実情に応じて可能な限り早期の実現を目指すとしています。宮津市の公立中学校の部活動の状況についてお伺いしたいと思います。大井教育次長。はい、公立中学の部活動の状況ということでございます。本市におきましては中学校生徒数が減少する中で部活動の持続につきまして厳しい状況となっております。この数年間で特に単独校での実施が難しくなる団体競技も出てきております。一方で令和4年度に行った中学校教員へのアンケートでは部活動に負担を感じているのかという問いに対して感じているとお答えする教員は 26% 感じていないが 74% という結果になっております。また部活動指導が地域に移行された場合外部、地域の指導者として関わりたいかという問いに対しましては関わりたいが 26% 関わりたくないが 32%、
迷っているが 42% という結果で、個別の意見では部活動を通して競技力の向上以外にも教員と生徒との関わりの中で部活動の意義、生徒指導でありますとか個々の支援、生徒の実態把握等でございますが、部活動の意義を見出している教員が多くおり、生徒指導の一環として部活動の役割を捉えている教員が多い実態がありました。部活動の地域移行につきまして、現段階では地域のスポーツ文化団体等の指導者等と十分な連携協働が取れていない状況もあり、今後各種団体の指導者の方々の考えや思いも聞かせていただきながら、学校や地域各種団体が共通理解のもと進めていく必要があるというふうに考えております。宇都宮彩さん。わかりました、全体的にお答えをいただいたのかなと思ってるんですけれども、先生たちも非常に多分熱心に活動、部活動もして指導もしていただいているというふうに思っております、負担に感じている方が 26%、 そうでない 74% ということで、いう結果ですけれども、今後ですね、地域移行にしていく際には、こういった部分も先生たちの気持ちもどういうふうに、していくのかなと思うわけなんですけれども、こういった国から降りてきているものなんで具体的に進めてきゃならないという部分もあるんですけれども、私はですね、地域移行にしてきた場合の、例えば昨年の10月にスポーツ庁と文化庁で、学校部活活動および新たな地域クラブの活動の在り方等に関する総合的なガイドラインというのを示しています。先ほどおっしゃっていただいた地域移行、新たな自主主体は地域のスポーツ団体だったり文化団体だったり民間企業、大学、自治体などを相談している。指導員の人件費などは利用者が負担するなどの問題というのも示されています。経済産業省が示した未来の部活ビジョンでは、地域移行した場合会費の試算が示されているんですけれども、これ週に5回の練習で平均1万8000円ということなんですけれども、地域移行にしていった場合にこれをどこが負担するのかという問題が出てきていると思います。国の予算も体制も、不確実なまま中学校の部活、休日の、地域移行というのは、こういった、費用負担、保険ね、怪我した時等の保険料のことであるとかいうことが出てきますし、なかなか今保護者が経済的に大変だという中で新たな負担というのが生じるということはいかがなものかと思います。先ほども答弁の中に、先生たちとの関わりなり、そういう中で育んでいく心の部分でありということで、教育的な側面の部分どうしていくんだということもあると思いますし、地域移行にしても先生方、教員の先生が、兼職兼業の行いながら、やっていく、ここの部分の保障の問題ということも出てくると思います。こういった問題を置き去りにしたまんま期限切って進めるということは、やはり多くの、現場の声や子どもたちのところに対して、こういった進め方、国の、やろうとしている進め方っていうのはどうなんだと思っております。やはり拙速に進めるんでなくて、今先生たちのこう、指導に対する思いっていうのは、数字でこう表れてるわけですけれども、そういったところを大事にしながら、子どもたち、当事者である子どもたちの声にも耳を傾けていただきたいと思いますし、それとですね、やはり、先生たちの情熱だけではやはりこう先ほども長時間勤務の結果が出てますけれども、やはりそこの部分も知らないうちに負担になっているのかなと思っておりますので、その辺、非常に
難しくデリケートな問題ですけれども、しっかりと現場と話し合って各学校どうしていくんだというのを行っていただきたいなと思っております。次にですね、全国で教員が不足している、状態が社会問題となっています。京都府でも、京都府が採用して、公立小中学校の先生方を各学校に配属をされております。京都府内の学校でも教員の不足が深刻であります。出産や病気などによる給食への対応が十分にできていない状況であり、欠員を埋めるために教務主任や教頭が担任を務めたり、複数の教員が授業や業務の役割分担したりするなどしてやりくりをしている。自習の増加など担任の不在で児童生徒に影響が出ている学校もある。給食する教員の見込みより増えた場合、教育委員会は非正規の講師の人事採用をして対応するなどの報道もありました。退職してから何年も経つ元教員の知人からも声がかかることがあった。それだけ教員がいないのかと話されております。それでは宮津市での教員不足の現状についてお伺いしたいと思います。大井教育次長。宮津市の教員の不足の現状ということでございます。本市における教員不足の現状についてでございますが、常勤の教員につきましては令和2年度令和3年度は教員の不足はありませんでした。令和4年度は中学校で1名の不足、今年度は現時点で中学校で1名の不足が生じております。常勤で勤務していただける方の確保が難しく、教員不足が見込まれるような場合は、京都府教育委員会と連携をしながら、非常勤講師の対応を取りまして、半日でも勤務をしていただくということで、他の教員への負担を軽減し、学校運営に支障を来さないように努めているところでございます。また、年度途中で常勤勤務が可能な人材が確保できた際には、早期に配置するよう対応をしているところでございます。宇都宮彩さん。わかりました。令和4年、令和5年でちょっと不足があるということで、やはり子どもたちにも影響が出てくると思っております。私自身も自分の子どもがやはり途中で先生がやはりお子さんができて、体調が悪くて休みがちだったりということの中で、とても不安定な状況を体験というかね、経験をしたことがあります。なかなか先生たちの確保ができないという問題は本当にこれ深刻な問題だと思っておりますけれども、教育委員会さんの方でも、努力はしていただいているということは今伺ってますけれども、この全国的なこの教員不足は、やはりこの長時間勤務などの負担が大きくて、時間外労働であっても給与は支払われていないことが、教育給与特措法、給特法、こういったものが大きな社会問題となっているのはご存知だと思います。教員になろうと思っても長時間勤務の問題などなり手が不足することは当然ではないでしょうか。国は処遇改善をする方向で見直すとして骨太方針にも明記をしておりますが、時間外にはしっかりと手当を出すことはもちろんでありますが、一番の解決策というのは定員の大幅な増で教員の負担を減らしていくことが必要であります。これは教員が元気に働け続けられることにつながり、即子どもたちの発達成長に大きく関わることです。一日一日、一年一年が子どもにとって大切な日々であります。教師が病気などで休まなくてはならなくなった時、行けなくなった時などは入っていただく講師の処遇改善も必要であります。非正規の講師の待遇は一体どうなんでしょうか。非正規の講師であっても正規の教員と同じことが求められているのに、学校の都合で雇用期間が定められることに、丸1年雇用期間であっても3月31日には切られるため、
安定した生活設計ができない。これでは退職者以外になり手がなく、講師を探すにも大変苦労しなければいけないのではないでしょうか。教育予算を大幅に増やして教員を採用する増やすことが早急に求められていると思います。国の教育にかかるお金は対 GDP で OECD 37カ国中36位です。防衛費と語って軍事予算を大幅に増やしている場合ではありません。今求められているのは教育予算を増やして明日の日本を生きていく子どもこそお金をかけるべきではないかと思いますけれども、教育長のお考えを伺いたいと思います。山本教育長。はい、議員の方からですね、教員不足の話をいただいております。本当に今現在全国的にはですね、新聞で報道されてますように教員不足というものがですね、一つの大きな話題になっています。ただこれにつきましてはですね、もっともっとこう養成段階の部分からですね、考えていかなければならない問題だというふうに私自身は思っていますので、教職課程そのものも含めてですね、教員の今後の、令和の日本型学校教育を支えていくための教員をどう育成していくのかという視点でやっぱ考えていく必要があるだろうというふうに思っています。で、議員ご紹介のようにですね、国の方もこの前も文科大臣の方がですね、処遇を改善していくというような話も出ておりましたけれども、やっぱこう先生たちがですね、やっぱこうしんどくてもやりがいを持って頑張っていただいていますので、その部分についてもですね、しっかり評価をしていきながらですね、先生たちの頑張りに報いていきたいというふうには思っていますし、働き方改革についてもですね、やっぱこう物を生産するという業務ではありませんので、子どもたちはもうずっと動いてますので、いろんなところで子どもたちのさまざまなことで対応しなければいけないことは当然出てきます。ですので、そういったところにも元気ですね、対応していただけるように働き方改革は進めていかなければならないと思ってますので、教育の今一丁目一番地として頑張っていかなければいけないということで、本市においてはですね、適正化検討委員会とかいうのを29年から早々に立ち上げて検討しておりますし、その委員会の中にはですね、若手の先生たちにも入っていただいて直に意見を聞いたりしながら取り組んでいるところであります。いずれにしましても、先生が担わなければならない業務と先生でなくてもいい業務、さらにはもうまた別の業務、そういったものをしっかりと区分けをしていきながらですね、特に先生に担っていただかなければならない業務については引き続き頑張っていただきたいと思いますけれども、必ずしも先生が担っていただかなくてもいい業務等につきましては、私の教育委員会とか、学校現場と相談をしていきながらですね、業務改善を進めていきたいと思っていますし、以前に比べるとその部分ではかなり進んできている部分もありますが、一方でやはりこう業務を多忙化してきておりますので、そういったあたりをさらにですね、取り組んでいかなければならないというふうに思っています。いずれにしましても人口減少時代に入ってきて、教員のなり手が不足をしている、量の不足ということはいずれ質の低下につながっていくということも考えられますので、やっぱりこう、子どもたちの将来の、学びをしっかり支えていくという意味での、教員の私立能力の向上に向けてもですね、教員のなり手不足というものはしっかり国や都道府県と一緒になって取り組んでいきたいと思っていますし、宮津市においてもですね、将来学校の先生をやっていきたいなという、そういった、子どもたち、そういった子どもたちをしっかりと応援できるようなですね、そういう取り組みもできたら取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。以上です。宇都宮彩さん。はい、ありがとうございます。では、次に質問に移ります。府中小学校の環境整備についてですけれども、府中小学校の校庭についてなんです。今年の春に、各小学校では運動会の行事が行われていました。しかし、直近で天候も不安定で雨が降るなどということであったんですけれども、予定通り、日程を開催できた学校もありますけれども、やはり校庭の水はけの問題等でできなかった、翌日の予備日に行われたという学校もあります。府中小学校では保護者に聞くと予備日の予備日、土曜日じゃなくて日曜日に行ったんだということもおっしゃっておられましたし、やはり、水はけの問題があるんだということも親御さんからも聞きました。こういった形で子どもたちの授業や行事などに支障もきたしております。府中小学校の校庭の水はけの問題や動物など
身の指示が入るということも聞いておりますけれども、こういった現状についてお伺いをしたいと思います。大井教育次長。府中小学校の校庭の状況でございます。議員お触れになられましたように、先月市内の5つの小学校、宮津小学校以外ですが、運動会を実施をいたしました。この中で議員お触れのように府中小学校のみグラウンドの状態が不良ということから1日延期をいたしました。府中小学校の校庭の現状でございますが、他の学校に比べて著しく水はけが悪いという状態ではないというふうに認識をしております。また動植物侵入の件でございますが、令和3年度にイノシシが校庭の土を掘り返して荒らすといった被害がございました。草刈りや土を入れ替えるなどの対応した経過がありますが、現在はイノシシなどによるグラウンドの被害報告は受けておりません。宇都宮彩さん。わかりました。動物の侵入の方はこういった形で防いで、草刈り等でしてきたと、土入れ替えるということで、今のところは大丈夫だということなんですけれども、校庭の水はけの方は、著しく状態が悪いとは思っていないというご答弁でしたけれども、やっぱり保護者の声を聞いたりとか、あるいはですね、学童保育に通われているお子さんたちに聞くと、昨日雨降ったし、翌日学童来て、夏休みなんかで学童来て翌日あそこで遊ぼうと思っても、やはり校庭がぐちゃぐちゃで、なかなか、水はけも良くない、なかなか使いにくいということも子どもたちの声も聞いておりますので、私はしっかりとその辺、そういった声も拾うべきじゃないかと思いますし、地域住民からはですね、議会のね、市民と議会の懇談会の時でも、そういった問題を発言された住民の方もいらっしゃったと聞いておりますので、やっぱりしっかりとここは調べていただきたいなと思ってますし、やはり学校の施設の整備にの計画にも考えていくべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。お伺いをしたいと思います。大井教育次長。はい、府中小学校のグラウンドの現状でございますが、先ほど著しく悪いという状態ではないというふうに申し上げましたが、現在水はけを改善しようとすますと、土を取り除いて排水の機能を持たせるというような、グラウンド全面を整備するというようなことも必要になってきます。かなりの費用がかかるということを想定はしております。そうした中で現時点で今すぐにその整備に取り組む必要はないというふうには考えておりますが、将来学校の施設を維持整備していくという中で、現在府中小学校にはグラウンドの水はけについて課題があるということについては認識を持って、整備についての検討する中でも検討はしていきたいというふうに考えております。宇都宮彩さん。やはり現状も見ながらしていただきたいと思います。やはり住民の方からも、やっぱり駐車場に使用して、いる要は観光シーズンで車もなかなか駐車場に困っている部分で、どうしても使用してしまうと、上から圧がかかって、水はけが悪くなる、水の流れが悪くなる、ちょっとカチッとした形になってしまうということも聞いたりしておりますので、ぜひともこういったところも改善していただきたいなと思います。よろしくお願いしたいと思います。次にですね、最後になりますけど、マイナンバーカードについての質問をしたいと思います。毎日のようにマイナンバーカードをめぐる誤った交付とか登録とか個人情報の流出の問題報道されています。本当に、ニュース等を見てても必ずどこか必ずこの問題が出てきている。本当にこの制度の根幹を揺るがす事態にもかかわらず、2024年、来年の秋には
この保険証を廃止してマイナンバーカードを国民に供与するマイナンバー法改正が6月2日参議院本会議で賛成多数で可決成立されてしまいました。マイナンバーカードと紐付けされるマイナ保険証の問題に対し、全国保険医団体連合会の保団連から健康保険証廃止法案に抗議、保険証を廃止する法案を撤回せよと緊急の記者会見を開いています。地域住民からも医療機関で使えるところはまだ少なく、マイナ保険証として一度も使ってはいないが、自分のマイナ保険証は大丈夫なんだろうか、なぜ健康保険証を廃止するのかという不安の声や廃止に納得できないなどの声を聞いております。マイナンバーカードをめぐる問題は、本人が希望していないのにマイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせた、マイナンバーとカードと公金受取口座の紐付けで本人でなく家族名義の口座が登録されていた、これはまあ今日のニュースでも話題になっております。公金受取口座に他人の口座をご登録させた、マイナ保険証に別人の医療情報を紐付けていた、印鑑登録証明書のコンビニ交付で登録抹消した証明書が発行された、住民票の写しなどのコンビニ交付で別人の証明書が発行された、マイナポイント第2弾で別人にご付与されていたなど、本来はあってはならない国民に不利益をもたらす事態が起こっております。とりわけ別人の医療情報を紐付けるなんて命に関わる重大な問題であります。国は相次ぐトラブルに対しシステムの再点検や対策強化を行うなどと言っておりますが、住民の不安は払拭はできません。6月4日に報じられた JNN の世論調査では、活用に不安を感じているとの回答が 73% ありました。宮津市も積極的に進めてきたマイナンバーカードです。宮津市ではマイナンバーカードにかかる問題などがあったのかどうか、また今回でも、今日のニュースでもありましたけれども、口座を登録していた例が多数見つかっている問題です。こういった問題がもしかしてあるのではないかと思うわけですけれども、実態についてこういった問題があったかどうかお伺いをしたいと思います。宮崎総務部長。はい、本市におきましては昨日の時点でございますけれども、マイナポイントの紐付け誤り、それから健康保険証の紐付け誤りの事案は発生いたしておりません。それから、公金受取口座の、ご登録の関係でありますけれども、他人の口座を登録したというケースは発生をいたしておりません。本日報道されておりますけれども、お子様の分を保護者の口座に登録をしたというケースは状況を今後確認をしていきたいというふうに思っております。また証明書類のコンビニ交付の関係でございますけれども、本市におきましてはコンビニ交付まだ導入をいたしておりませんので、事案の発生のしようはないということでございます。以上でございます。宇都宮彩さん。分かりました。次にですね、発生していない事例もあるんですけれども、マイナンバーカードについての現在までの問い合わせはどのくらいあるのか、またその内容について伺いたいと思います。宮崎総務部長。ご質問は、先ほどあったような問題に対しての、お問い合わせというふうに理解をさせていただいて答弁をさせていただきます。報道されている、事案ですねに関しての直接的なお問い合わせはないということでございます。マイナンバーカードの交付手続き等に関しては本当に日々たくさんのお問い合わせをいただいております。その中で、マイナンバーの漏洩に対する、ご心配のお声というのもお聞きはいたしておるところでございますけれども、情報流出や苦情といった問い合わせはないというふうに受け止めております。以上でございます。
宇都宮彩さん。分かりました、まあ、あの心配な声は、まあ、あの聞いてますけど、苦情とか流出についてはそういったものについてはないということですけれども、先ほど、ありました、子どもの、まあ、本来だったら子どもの口座にと、子どもの口座を登録しなければならないのが、まあ、保護者の、登録になっているということで、こういった事例も出てくる可能性は私もあると思っていますけれども、まあ、今後はここの辺は、状況を確認していくということで受け止めておきたいと思います。それはですね、それでですね、次は宮津市のマイナンバーカードの、申請について、マイナンバー出張受付申請の受付の案内というのを、まあ、こういった形で、あのこういったものを住民の方に、配布をし、住民へ作成するように進めております。マイナンバーカードに関するこういった問題が報道されて、いる中で、まあ、積極的にこういった住民に、カードを進めることについての見解を伺いたいと思います。宮崎総務部長。著しい速度で社会のデジタル化というものが進展をする中、より利便性の高い行政サービスを提供するにあたりましては、マイナンバーカードはその大変重要な基盤となるものでございます。先ほどの事案、というのがございますが、あの国に対してはシステム上の問題が発生しないよう、あのしっかり要請させていただくとともに、本市としても職員による事務ミス等がないように徹底をしてまいりたいと思っています。その上で引き続きマイナンバーカードの普及と、これを活用した行政サービスの向上に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。宇都宮彩さん。わかりました。ですけれども、やはりいろんな問題がどん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 出てきてて、しかも国の方は知っていたけれど、なかなかそれを発表してこなかったという問題も大きいと思います。次にですね、マイナンバーカードに健康保険証を紐付けることについて伺いたいと思います。マイナ保険証が別人の情報と紐付けされたご登録が7300件と大きな問題となっている中で、2024年秋には健康保険証が廃止をされます。廃止された場合、マイナンバーカードは任意のものですから、マイナンバーカードを持たない人も当然おられます。持たない人は新たに最長1年の資格確認書が必要になるとのことですが、もし何らかの理由で申請や1年後の更新ができなかった方はどうなるのかなと、こういったことも心配されます。これまでだと自動的に保険経営者から送られてきて、本人の申請が必要でないものですか、ないものですけれども、今後はこういった本人の申請が必要になるものではないかと思います。またマイナンバーカードを利用したこのマイナ保険証の場合、初診料も、少し安くなる。要はマイナンバー保険証を持っていない方は初診料とか、あるいは、最新なのが少し高くなるとも聞いております。まあ、マイナンバーカードを利用したこの紐付けしたマイナ保険証の、持たない資格確認書の患者の窓口での支払いなどの負担はどのようになるかお伺いをしたいと思います。山根市民環境部長。はい。資格確認書につきましては、マイナンバーカードによりまして、オンライン資格確認を受けることができない状況にある方が必要な保険診療が受けられるように交付するもので、窓口での負担割合につきましてはマイナンバーカードを利用した場合と同じでございます。ただし、議員もお触れになられましたけれども、資格確認書を提示した場合につきましては、マイナンバーカードを利用した場合と比べまして、医療機関の業務負担が増えるとされていることから、診療報酬については現在、初診で12円、再診で6円、高くなるということでございます。
宇都宮彩さん。わかりました。まあ資格確認書であっても窓口の負担割合は今までと同じという認識で確認をさせてもらいました。しかしながら初診の方は持ってない方は、要はマイナ保険証で、オンラインで確認できない場合は、初診で12円最診で6円高くなるということになっています。これは業務負担の増えるというところでの負担量の部分という話だったかと思いますけれども、まあ、同じように保険料を払っているにもかかわらず、まあ、こういった差をつけてくるというのはいかがなものかだと思っております。続きまして、国保料滞納になっている方など通常よりも有効期限が短い、短期保険証とか、あるいは宮津市で発行されてないと思いますけど資格確認書などこういった方たちの対応はどうなるのか、お伺いしたいと思います。当然窓口での支払いはどうなるのか、こういったことについても伺いたいと思います。山根市民環境部長。滞納者の方についてはどうなるのかということだと思うんですけれども、マイナンバーカードまたは資格確認書によりまして、健康保険証廃止後も受診をしていただくことになります。滞納対策につきましてはですね、今後引き続きとなりますけれども京都地方税機構と連携して行ってまいるということになります。以上でございます。宇都宮彩さん。窓口での負担というのはどういうふうになるのか確認をしたいと思います。山根市民環境部長。滞納というところですけれども、窓口での、負担というところでございますけれども、滞納者につきましてはですね、今後、まだしっかりとこのマイナンバーカード資格に確認書にする、対する対応というのは、これから詳細には、考えていくべき内容ということもありますけれども、まだ、窓口での、支払いと。答弁に、ちょっと質問に対する答弁がちょっと食い違っていたというお話ですので、再度ちょっとお答えをさせていただきたいと思います。窓口医療機関でのその窓口負担というところですが、滞納者の方につきましても現在初診で12円、再診で6円、高くなると、そういったことでございます。宇都宮彩さん。ちょっと今聞かせていただいた答弁とちょっとよく合ってないのかなと思うんですけども、この滞納者はいわゆるその短期所だったりした方たちが、どうなっていくのかっていうことをもう一度確認したいと思うんですけども、実際マイナー、秋には廃止されていくという中で、ここの方たちの滞納対応はどうしていくのかと、どうなっていくのかということを私は伺いたわけなんですけども、そこを簡潔に述べていただきたいと思います。当然その窓口行った時の対応とか廃止廃止という話ばっかりで、こういった中身がよくわからないんですね。ですからこの部分について答弁を求めたいと思います。山根市民環境部長。
はい、滞納者の方に対してどうなるのかということでございますけれども、滞納者の方につきましても、マイナンバーカードを取得していない方につきましては資格確認書を発行するということになります。宇都宮彩さん、資格確認書を発行して、窓口の金額というか払うのはどうなるんですか。ちょっともう一度そこを聞きたいと思います。山根市民環境部長。はい、先ほど答弁をさせていただきましたように、窓口負担につきましては初診で、マイナンバーカードを利用された利用する場合と比べまして、初診で12円、再診で6円、高くなるということでございます。宇都宮彩さん、初診とこの分再診の部分は分かるんですけれども、支払いするときに、こういった方たちが資格確認書で、なかなか保険料が払いにくかったりという、そういう状況の中で、よく耳にするのは、初診料の部分、再診料の部分はありますけれども、実際には、一旦自分たちで、10割支払わなきゃならないということも聞いております。そのあたりもちょっとしっかりと確認をしていただきたいなと思いますし、私もいろいろ調べるんですけれども、どうも厚生労働省の方でも調整中の部分があるということも聞こえてくるんですけれども、こういった方々も含めて安心して医療ができるように、受けられるようにぜひお願いをしていきたいと思います。いろんなこのカードのトラブルで実際には確認取れなくって、一旦窓口で、持っていたとしても紐付けがきちっとできてない、確認が取れなかったので、一旦窓口は10割支払いしてくださいとか、こういった実態もあるわけなので、いろんなことが想定されます。市民が病気になっても安心して医療機関にかかれるように、ぜひとも市としてもいろいろ配慮をしていただくように要望したいと思います。最後ですけども、専門家は入念な制度設計が図られないまま国民にカード取得を急がせたためにトラブルが起こっていると話をしております。国の政策に振り回されて宮津市の方でも職員の業務負担が増えるばかりではないのかと案じております。国は誰一人取り残さない人に優しいデジタル化などと言っておりますけれども、人手不足が深刻な福祉施設ではマイナンバーカードの取得や保険証との紐付けに管理の問題なので、さらなる負担増でどうしたらよいのかと頭を抱えているお話を聞いています。また高齢化がどんどん進む中で、管理ができない、こういった方たち、できない方たちが取り残されてしまうのではないかと、こういった現実ではないかと思っております。国民皆保険制度は赤ちゃんからお年寄りまで保険証を持ち、私たちは生涯にわたって安心していつまでも医療を受けることができるこの権利であります。しかし健康保険証が来年秋に廃止して、マイナ保険証を持たない人は申請しなければならない資格確認書となることは、国民皆保険制度の崩壊につながると思います。私は来年の秋の健康保険証のこの廃止は中止をして、仕組みの在り方を全面的に見直すべきと考えますけれども、最後に市長のお考えを伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。お伺いします。山根市民環境部長。この医療につきましてはですね、本当に大切、医療を受診するということは非常に大切なことであるというふうに考えております。で、資格確認書ということでございますけれども、しっかり対応できるということでございますので、今後も市民のこの医療に対する確保は行ってまいるということでございます。
宇都宮彩さん。今伺いましたけれども、この医療を大事にするということは私たちの命と暮らしに大きく関わる問題ですので、しっかりとここは認識していただきたいと思います。以上で私からの一般質問を終わります。ありがとうございました。